さて今週の気になる車ですが、今回はこの黒の XV にしたいと思います。早速グレードから教えてください。はい、 2.0iS アイサイトです。では場所を変えて詳しく見ていきましょう。というわけで今週の気になる車はスバル XV です。早速教科書をご覧くださいと言いたいところですが、はい、こちらの XV が、まだ入庫して間もないので、評価はこれからとなります。はい、では入庫したてのお車早速見ていきましょう。スバル XV はファンアドベンチャーをコンセプトに、都会的で洗練されたデザインとスバルらしい SUV としての走破性、そして世界トップクラスの安全性能を兼ね備えたクロスオーバー SUV です。この精悍なデザインは人を引きつけますよね。はい、街でも自然の中でも似合うデザインに、広い視界と取り回しの良さ、乗り降りしやすい実用性を備えた都会的でクールなスポカジスタイルのクロスオーバー SUV です。はい、で今回のグレードが 2.0iS アイサイトということですけれども、このグレードならではの装備はございますか？こちらには18インチアルミホイールやアルミパッドスポーツペダル、LED ヘッドライトなどスポーティーな装備をつけた 2.0iS アイサイトです。このアルミホイールはこのグレードならではの装備ということなんですかね。はい、専用デザインのアルミホイールですね。はい、このかっこいい外観はこのあたりにして、そろそろインテリアも見させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、では XV の車内に乗り込みました。やはり上級グレードということでシートの座り心地がやはり全然違いますね。ブラックとグレーを基調とした質感の高いインテリアの各所にオレンジステッチをアクセントとして加えて、 XV らしい遊び心やアクティブ感を表現しております。このオレンジのステッチがやはりこの遊び心というか、それを引き立てるというのがすごくよくわかる気がします。内装の装備についておすすめはございますか？こちらのお車にはナビゲーション、そしてバックカメラ、それから ETC2.0 も装備しております。すぐにドライブが楽しめる1台となっております。この3点が揃っているのは非常に嬉しいですね。 XV ですと、まあ、ドライブだけじゃなくって、もういろいろな用途でも楽しめますよね。はい、スバル XV は SUV ですので、日常生活だけではなくスポーツやアウトドアなど趣味や遊びでの使い勝手も考えた多用途な日数空間も実現しております。アウトドアですと少し大きめの荷物を乗せたりもするじゃないですか。あの、はい、サーフボードですとか、まあ、こういったものを乗せるための、あのカーゴスペースってどれくらいの広さなんですか？カーゴスペースの容量としましては340リッターの大容量がございます。例えばゴルフバッグですと3つ積むことができる広さですね。そんなに詰めるんですか？はい、アウトドアユーザーとしては非常に嬉しいところですよね。あと道川さん、気になるのは安全装備なんですが、そのあたりはいかがでしょうか？はい、安全装備ですが、もちろんアイサイトバージョン3を装備しておるんですけれども、その他にも高速法の車両を検知しドライバーに危険を知らせるスバルリアビークルディテクションも装備しておりますので、非常に安全性の高い一台となっております。また四駆の駆動力やブレーキを適切にコントロールすることによって、悪路や滑りやすい路面、下り坂も安心して走ることができる X モードも搭載しております。まあ、これからの寒い時期、冬の時期にはウィンタースポーツなので、まあ、雪のある場所に出かけられる方もいらっしゃるでしょうから、まあ、この X モードが装備されているのは非常に心強いところですよね。こちらの XV 2リッター直噴水平対向エンジンを搭載し、気持ちの良い加速感と軽快な走り、優れた環境性能を両立したお車です。オンロードでもオフロードでも安定した走りと高い安全性で楽しいドライブをお約束する1台となっております。ぜひこの機会にご検討ください。では道川さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。はい、走行距離数はおよそ2万1000キロです。車検は令和3年7月までついております。それでは気になるお値段もお願いします。はい、消費税込み248万4000円です。なお諸費用及びリサイクル料金は別途申し上げます。10号車今週の気になる車、30年式スバル XV 2.0iS アイサイト AWD CVD、 お値段は248万4000円となっています。詳しくは電話番号 0270-406363 G パーク伊勢崎までお問い合わせください。